こんにちは、カオルです。相場にはいろいろな格言がありますけど、その中でもすごく有名なのがセルインメイじゃないでしょうか。投資をしたことがある人ならほとんど知っている5月に売れっていうこのアノマリーは、なんで言われるようになったのか、そして本当に正しいのか検証していきたいと思います。節約マスクのお金の話。セルインメイは意味としては、5月以降に株式市場が軟調になりやすいから売っといた方がいいよっていう感じですね。ただ実はこの言葉には続きがあります。セルインメイ and go away don't come back until Saint Leisure Day っていうのが長い文章の格言になります。セントレジャーデーっていうのは9月の第2土曜日にイギリスで開催される有名な競馬レースの日のことを指しているので、日本語に訳すと5月に売ってどっか行け、9月の第2土曜日まで戻ってくるなよっていう意味になります。意外と全文は知らなかった人もいるんじゃないでしょうか。ちなみにアメリカではセントレジャーデーではなくハロウィンっていうこともあるみたいです。まあハロウィン以降に株価が上昇しやすいハロウィン効果っていうアノマリーもあるので、それと同じことでしょうね。ざっくり5月から9月10月くらいまでは下落しやすいよっていう感じですけど、確かに振り返ってみるとリーマンショックの始まりは9月でしたし、チャイナショックは8月でしたし、夏場は少し下がりやすいイメージはありますよね。ではこのアノマリーは何が原因で起こるのか、いくつか理由が考えられるので軽く紹介していきます。1つ目、ヘッジファンドの決算が6月に行われることが多いから。アメリカのヘッジファンドでは6月と12月に決算を行うことが多くて、その前の月は持ち株を売って清算するから株価が下落するって言われています。2つ目、アメリカの税制度の影響。アメリカでは税金の還付が2月から5月くらいまで行われていて、その間は戻ったお金で投資をするから相場が上昇しやすいっていう理論です。3つ目、年末の上昇相場で信用取引が増えるから。年末は株価が上昇することが多いので信用取引の改ざんが増えるんですけど、その場合半年以内に決済する必要があるので、12月に信用買いした株の決済が期限が近くなった5月6月に急増して株価が下がるっていう説です。4つ目、夏休みがあるから。海外では1ヶ月以上休むこともある夏季休暇で、市場参加者が少なくなって株価が下落するっていう考え方です。で、5つ目、投資家がセルインメイを意識するから。すべてのアノマリーがそうなんですけど、やっぱりこういう格言があるとちょっと株価が下がっただけでも、あ、セルインメイが来るかもしれないな、ちょっとポジション減らしとこうみたいになって、結果的に格言通りの値動きをしてしまうっていうのはあると思うんですよね。特にセルインメイはめちゃめちゃ有名なアノマリーで、ほぼ全ての投資家の頭の中にあるから余計に起こりやすいと言えます。という感じで、理由は他にもいろいろと言われていますけど、私としてはやっぱりアノマリーの存在自体が投資家心理に働きかけているっていうのが一番大きいんじゃないかなと思います。では次に、セルインメイは本当に正しいのか、過去の値動きから検証していきましょう。節約。セルインメイは5月に売ってハロウィンの日10月31日に戻ってこいっていうことなので、まずは前年の11月初めに買った株を5月末に売却した場合でバックテストをしてみます。アノマリーが正しいならこの期間のリターンは高いことになりますよね。今回の検証はアメリカの SP500 と日経平均株価で行っているので、まずは SP500 から見ていきましょう。期間は2000年から2019年までの20年分で、
各年の騰落率をグラフで視覚化しています。単純にリターンがプラスの月を勝ち、マイナスの月を負けでするなら17勝3敗の超好成績ですね。プロ野球のピッチャーだったら最多勝に加えて沢村賞も狙えるくらいの成績です。ただチャートを見ると分かる通り、20年間で SP500 はそもそも上昇しているので勝ちが多いのは当然ですよね。じゃあこの成績がどれくらいいいかっていうのを比較するために、同じ SP500 を6月初めに買って10月末に売却した場合っていう真逆の取引をした時の各年の騰落率のグラフも見てみましょう。14勝6敗です。最多勝は狙えるかもしれないけど、沢村賞はちょっと厳しくなってくるかなっていう感じですよね。さっきも言った通り、アメリカの株価はこの期間で2倍くらいまで上昇しているので、6月から10月で切り取っても全く悪い成績っていうわけではないですよね。2001年、2002年の IT バブルの時と2008年のリーマンショックのマイナスが大きすぎて目立っちゃってますけど、 10% 前後のプラスリターンがちょこちょこあって、マイナス分をカバーできている感じです。ただ秋から春にかけて保有していた場合と比較しちゃうと、割とはっきり成績が劣っているのがわかります。まあそもそもこの期間の切り取り方が11月から5月の7ヶ月間と6月から10月の5ヶ月間で比べているので、当然投資期間が長い方がリターンも高くなりやすいとは思うんですけど、その分を差し引いてもセルインメイの傾向はしっかり出ているんじゃないかなと私は感じました。といってもセルインメイはもともと欧米のアノマリーなので、ある意味 SP500 で当てはまるのは当然ですよね。ということで次は日経平均で同じ検証を行ってみましょう。11月初めに買った株を5月末に売却した場合の年別リターンです。12勝8敗でまずまずの成績です。日銀の金融緩和とアベノミクス相場で2013年がずば抜けてリターンが高いですけど、他でも結構リターンが高くてトータル的にもしっかりプラスになっています。SP500 と比べるとイマイチな成績に見えるかもしれないですけど、そもそもこの20年間における指数の上げ幅が全く違うので、それは仕方ないかなっていう感じです。では次に6月初めに買って10月末に売却した場合を見てみます。10勝10敗でギリギリ2桁勝利って感じですね。ただ IT バブルの時期とリーマンショックのマイナスが大きいので、トータルではマイナスになっている感じです。これを見た感じ、結構セルインメイのアノマリーは日本株でも十分通用するような気がしますね。まあ日本語でも夏枯れ相場っていう言葉がありますし、割とグローバルに株価が連動するようになっているので当然といえば当然なんですけど、結構はっきりと差が出たなぁと感じました。まあ、この結果を見たからといって実際に売買を繰り返しちゃうと、ガチホする場合より税金の分の損失が発生するし、そもそも夏場も成績が劣るけどマイナスになるとは限らないので、結局長期投資の場合はストロングホールドが正解だとは思います。ただスポット的な買い付けとかスイングトレードくらいの短期売買の場合とかは、このアノマリーは一つの参考になるんじゃないかなと今回の検証で思いました。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関する情報を発信しています。一緒にお勉強してくださる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。